ピンタレストとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコに、本拠を置くピンタレスト、インクが、運営、管理する、写真共有サービス。アプリやウェブサイト方式によって提供され、ピンボード風の画面構成となっている。ユーザーは、イベント、関心時、趣味など、テーマ別の画像コレクションを作成、管理することができ、また他のユーザーが作成した。 ピンボードを閲覧して、自身のコレクションに加えたり、好みの写真として、画像を、リピンすることもできるという特徴がある。ピンタレスト社は、もともと、ベンシルバーマン、ポールシャラ、エヴァンシャープラによって、アイオワ州ウエストデモインで、コールドブルーラブス、インク、として創設され、2012年4月に SE、SEC、S-1 レジストレーションファイリングによって、社名を、 コールドブルーラブス、インクからピンタレスト、インクへと変更した。創設者のベンシルバーマン。2012年3月のサウスバイ、サウスウエストインタラクティブカンファレンスにて、黎明期のソーシャルネットワーキングサービスと、同様、デビッドガルブレースによる2005年のプロジェクトである、ビスツのような画像ブックマークシステムであり、ユーザーは、 自身の掲示板で画像の保存や分類を行うことが可能である。また他ユーザーの掲示板をフォローすることもできる。ポピュラーなカテゴリーには旅行、車、映画、ユーモア、ホームデザイン、ファッション、アートがある。2009年12月よりピンタレストの開発を開始し、2010年3月にクローズドベータとしてスタートし、 次の段階として招待のみのオープンベータとして運営した。シルバーマンは個人的な行動としてサイトに登録した最初の5000人のユーザーに自身の電話番号をメールし並行して数人のユーザーとのミーティングを行ったと述べている。立ち上げから9ヶ月でユーザー数は1万人に上った。シルバーマンと数人のプログラマーは2011年夏まで 小さなアパートでサイトを運営していた。2010年始め、パインテリストの出資者らは、ニューヨークに本社を置く雑誌出版社に対して、ピンタレスト社を買わないかと提案し、シルバー漫画と会ってもらおうとした。だが、その出版社は、シルバー漫画と協議することを拒絶した。2011年3月初めに、iPhone 用アプリケーションを公開したが、ダウンロード数は、 予想を超える数だった。その後 iPad 対応版も公開された。同年8月16日、タイム誌は50ベストウェブサイトオブ2011の一つとしてピンタレストを選出した。9月には iPhone 以外の携帯電話ユーザーに対応したウェブサイトであるピンタレストモバイルを立ち上げた。12月、サイトは 最も大規模な10のソーシャルネットワーキングサービスの一つになり、ヒットワイズのデータによれば、週あたりの総アクセス数は1100万に上るという。次月にはトラフィックが、リンクトイン、YouTube、Google プラスを抜き、さらにテッククランチによって2011年のベストニューベンチャーに選定された。主な出資者には、ジャック・アブラハム、マイケル・バーチ、 スコット・ベルスキー、ビライアン・コヘン、シャナ・フィッシャー、ロンコン・ウェイ、ファースト・マーク・キャピタル、ケビン・ハーツ、ジェレミー・ストッペルマン、ハンク・ビギル、フリッツ・ランマンがいる。2012年1月、カームスコアによると登録ユーザーは1170万人に上るとされ、1000万人を超えたサイトの中では最速のペースだとした。同年3月に開催された。 サウスバイサウスウエストインタラクティブカンファレンスにて、シルバーマンは刷新した、プロフィールページを開発しており、近い時期に実装されるだろうと発表した。同月23日に利用規約を改正し、ユーザーのコンテンツを販売する権利を付与する条項を削除し、4月6日より施行された。エクスペリアンの ヒットワイズによると2012年3月時点でアメリカ合衆国において最も大規模なソーシャルネットワークになったとされ、リンクトインやタグドを抜いている。同年4月、共同創設者だったポール・シャルラが退職し、アンドリーセン・ホロウィッツにて客員企業制度を活用したコンサルティング職で働くことになった。5月17日、楽天がアンドリーセン・ホロウィッツや ベッセマーベンチャーパートナーズ、ファーストマークキャピタルとともに、ピンタレストによる15億ドルの評価を元にした1億ドルの増資を主導することを発表した。8月10日、ピンタレストの登録に招待が不要となり、14日には、アンドロイドと iPad に対応したアプリケーションが公開された。アンドロイドアプリケーションは、アンドロイドスマートフォンやタブレットのコスト、 スピード、サイズすべてを考慮したカスタマーデザインで iPad アプリケーションは未だにもっと良いピンターティストのエクスペリエンスと評された。9月20日、新たな技術者として Amazon からジョン・ジェンキュンスを迎え入れた。ジェンキュンスは Amazon で8年間技術を牽引しツール開発、プラットフォーム解析、ウェブサイトプラットフォームの責任者として務めていた。 10月、新たな機能として、ユーザーが、攻撃的もしくは不審な行動を取るユーザーに、自身のコンテンツを見せたくない場合にそのユーザーを、ブロックし、他のユーザーに報告できるようにした。ピンタレストは、平和的かつ敬意を払ったユーザーのコミュニティを守る、ためとしている。また同月、ビジネスアカウントをスタートし、新規登録か既存のパーソナルアカウントから、 ビジネスアカウントに変更できるようにした。2017年3月、ツイッターの共同創業者ビズストーンが率いる Q&A サービスのジェリーを株式交換で買収すると発表。2017年4月、2017年の売上高が前年の3億ドルを67%上回る5億ドルを超えることが報じられた。2017年9月、 月間アクティブユーザーが2億人を超えたと発表。2019年3月、ニューヨーク証券取引所へ上場を、米証券取引委員会へ申請。4月18日にピンタレスト、インク、として、上場企業となった。2019年8月、月間アクティブユーザーが3億人を超えたと発表。2020年7月、月間アクティブユーザーが4億人を超えたと発表。 ユーザーはピンボードと呼ばれるコレクションを通してピンと呼ばれる画像や他のメディアコンテントのアップロード、保存、相当を管理でき一般的にピンを使って簡単に整理、カテゴライズや他のユーザーを見つけることをコンセプトにしているパーソナライズされたメディアプラットフォームとして自身のコンテンツだけでなく誰かがアップロードしたピンをメインページで閲覧することができる。また、 ピンイットボタンを使うことで自身の掲示板の一つでお気に入りのピンを保存することもできる。コンテンツはピンタレストの外で探すこともでき、ピンイットボタンを通して掲示板にアップロードした。コンテンツもウェブブラウザのブックマークバーやウェブマスターによる直接ウェブサイトでの実装でダウンロードできる。アカウント作成にはいくつかの方法があり、 すでに登録している友達から招待されるか、ピンタレストのウェブサイトに直接招待状をリクエストするかがあり、招待状を受け取るためには、いくらかの時間がかかる。また、Facebook や Twitter プロフィールページに、ピンタレストをリンクすることで、アカウントの作成とアクセスができる。ユーザーが、自身の掲示板に画像に再投稿や、リピンした場合に、任意で、 自身の Facebook や Twitter フォロワーに通知される。この機能は設定ページで設定できる。pinterest のログを Facebook 経由にした場合現在、Facebook のタイムラインフォーマットを使用しなければならない。メインの pinterest ページに PinFord では登場しており、ユーザーのフォローである pinterest の掲示板の時、系列的活動が表示される。 新しい掲示板や関連するピンを閲覧するときに、ユーザーが過去に保存したピンに基づき同じような、コンテンツである、おすすめの掲示板を示す、テイストメーカーページにアクセスすることができる。ゲストとピンタレストユーザー向けに現在では、ビデオ、人気、ギフトの4つのメインセクションがあり、これらのサブカテゴリは、仲間のユーザーが持つ興味へつながり共有するのに、役立つ。 組織化された閲覧システムを提供している。ピンイットボタンを含むピンタレストへのクイックリンクは、ウェブブラウザのブックマークバーに追加することができ、フォローミーやピンイットといったボタンも、個人サイトやブログに追加できる。また、アップストアを通じて iPhone 対応アプリケーションを、無料で入手できる。ユーザーがピンタレストを使用するときには特定の規約や、機能を知る必要がある。 ユーザーのピンが配置されている場所を掲示板といい、数種類の広項目で区別したいくつかの掲示板を持つことができる。ピンとは、ウェブサイト上でアップロードもしくはリンクした画像のことを言う。一度ユーザーが掲示板やピンを追加すると、他のユーザーはこの時点で、リピンというユーザーの画像1枚を同様に自身の掲示板にピンする機能を使用することができる。 また一度ユーザーがアカウントと掲示板を作成すると、閲覧やコメント他のピンに、いいね、の意思を示すことができる。もしユーザーがオンラインの画像をピンしたい場合は単純ないくつかのステップがあり、最初にピンしたい画像を選択、Pinterest 上のアドボタンを押し、画像の URL をリンクボックスにコピーペーストし、指定された掲示板にピンしておく画像を選択する。 ユーザーはまたピンについて説明を書いたり、ツイッターやフェイスブックを通じて共有することもできる。他のユーザーが掲示板のピンされた画像や過去に画像をピンしたユーザーのか、当初のピンはどこからのものなのか、画像にいいね。の意思を示したりコメントしたりリピンしたユーザーを見るためにピンをクリックすることができる。このウェブサイトは特に女性の間で人気が高い。 最もポピュラーなカテゴリーは飲食、DIY などの工作、女性によるアピールである。教師が授業を計画するために掲示板を使用することもでき、後日紹介するサイトをピンすることもできる。学生生徒はプロジェクトでピンやソースの整理、共同作業を行うことができる。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の運動期間では、アンロムニーは3月、 ファーストレディのミシェル・オバマが6月と両候補の妻がそれぞれアカウントを作成した。ピンタレストではユーザーのビジネスをインターネット上で宣伝するためのページを作成することもできる。そのようなページで提供できるサービスに仮想店舗がある。ファッションウェブサイトの例では Facebook から来たユーザーが85ドルしか使ってないのに対して ピンタレストから訪れたユーザーは180ドルも使っている。これらのユーザーが企業のウェブサイトにあまり時間を費やさず代わりとして企業の掲示板を閲覧することを選んでいる。ブランドのさらなる研究でピンタレストでの公開を続けることは他のソーシャルメディアと比べて販売を借り立てるのにより効果的という結果も出ている。世界中で女性に 最も人気であり2012年の調査では世界中のユーザーの83%が女性だった。しかしイギリスでは2012年3月時点では56%が男性で年齢層も通常35歳から44歳のアメリカ合衆国と比べて約10歳若い。年齢分布の観点からピンタレストのユーザー層は アメリカ合衆国のインターネットユーザー層に非常に酷似している。2012年1月、カームスコアはアメリカ合衆国での登録ユーザー数が1170万に上り、1100万人を突破したサイトでは最速の伸びであると発表した。また3月には登録ユーザーの移動平均の伸びは1月中旬から2月中旬に。 かけて85%で2月中旬から3月中旬に、かけては17%の伸びだった。2009年12月に共同創設者のポール・シャラ、エヴァン・シャープ、ベン・シルバーマンによって概念化され、初代のプロトタイプは2010年3月にスタート、したが、大学や家族による、小規模集団のみが利用できるものだった。3年前の創業以来、ファーストマーク・キャピタル、 ジャック・アブラハム、マイケル・バーチ、スコット・ベルスキー、シャナ・フィッシャー、ロンコン・ウェイ、ケビン・ハーツ、ジェレミー・ストッペルマン、ハンク・ビギル、フリッツ・ランマン、ブライアン・コヘンといった成功した投資家やインベンターによる資金援助によって資金が十分あるサイトとして発展していった。2011年初期。 ベッセマーアベンチャーパートナーズのジェレミー・レビンとサラタ・タベルによる主導によるシリーズ A 投資により1000万ドルの増資を同年10月にはケビン・ハーツとジェレミー・ストッペルマンによる紹介で2億ドルの企業価値があるアンドリー・セン・ホロウィッツより2700万ドルの増資を行った小売会社は宣伝とトレンドスタイル目的でピンタレストを利用しているウェブデザインも 製品を容易に顧客のコンテキストで見えるようにできる、スタイルを意識した、販売のための理想的なレイアウトを提供している。ギャップ、チョバニ、ノードストローム、ウエストエルムもピンタレストを企業に対する、同じような興味を持つユーザーのリンクするために、インターネット上で紹介するためのツールをして、活用している。特にギャップは、デニムアイコンズや、エブリバディーインギャップといったテーマ化した。 掲示板を採用していることから明らかにピンタレストの活用で最大のイニシアチブを取っている。米ーノとーの創設者であるスコット・ブレイブはピンタレストをアフィニティデータという実質的な需要と収入の可能性を保持しているリソースを収集するのに理想的な環境とみなしている。このデータを消費者の行動と製品、 コンテンツの間にある価値ある関係を明らかにするために市場分析として収集し売却することにしている。2012年3月時点でピンタレストの価値は15億ドルに上るという。日本法人ピンタレストジャパン株式会社は東京にオフィスを持つ。ピンタレストには著作権者がコンテンツをサイトから削除させることのできる通知システムがある。 デジタルミレニアム著作権法におけるピンタレストの安全法規定ではインターネット上の画像を永続的に使用するためにユーザーがピンタレストにコピーすることを積極的に促進する是非が投げかけられているピンタレストのユーザーは安全法規定を主張することができず著作権のある素材をピンすることに対する可能な法的措置にさらされている 2012年2月20日に、ウェブサイトで画像のピニングを阻止できる、ノピンという HTML のメタタグを公開した。同月24日にはフリッカーも、写真のピニングを阻止できるコードを実装した。同年3月に、ピンタレストは、声明でジュミカの安全庫を規定条項で保護される、ことを信じていると述べた。この時点で著作権に関して訴えられた例はない。 同年5月初め、フリッカー、ビハンス、YouTube、ビメオ由来画像の作者の帰属が自動的に追加されるようになった。自動帰属付けはまたフリッカーのミラーコンテンツサイトからのピンにも追加された。同時期、フリッカーも画像の共有をオプトアウトしていないユーザーへのオプションメニューを共有するためのピンショートカットを追加した。サイエンティフィックアメリカンは ユーザーコンテンツにおけるピンタレストの自主所有権に関して利用規約にユーザーがピンしたものがピンタレスト自身に常に完全かつ永久に帰属すると担当直入に書かれていることが多くの批判を集めているという記事を出した。以下、ピンタレストの利用規約利用者がサイト、アプリケーション、サービスでコンテンツを作ることに関してサイト、 アプリケーション、サービスのみで活用されているユーザーコンテンツである限り、ユーザーはこの時点で、全世界向け、永久で、被配的転送可能で、ロイヤリティフリーライセンスなコンテンツとして、活用、コピー、改変、修正、配布、ライセンス付与、販売、転送、一般公開、パブリシティパフォーム、トランスミット、放送、アクセス、閲覧が可能な形でコールド。 ブルーラブスに寄付することになるコンテンツが販売されているという事実に対し別のサイエンティフィックアメリカンブロガーはさらに問題なのは同じ段落ではコールドブルーラブスはユーザーコンテンツを所有する権利はないと明記されている。これはどういうことなのだろうかピンタレストはコンテンツの所有権を主張するのかしないのかどっちなのか あととにかく販売する計画はあるのかと述べている。2012年、ピンタレストは、規約の改正を発表し、所有権を主張する項目を削除し、4月より施行した。また、企業のブログで、ユーザーコンテンツの販売は決して意図していないと述べた。2012年2月、写真家で弁護士のクリスティン・コワルスキーは、 自身のブログで著作権法の解釈をもとに著作権侵害をしているピンすべてを削除させる方法を説明ピリティストの法的地位以上の精査で構成されたポストとなりウイルスのごとく広まり創設者のシルバーマンにまで達したシルバーマンはコアルスキーにウェブサイトがより法的遵守を推進するための対話を行うために接触を図った アイストックのようなサイトにおけるコンテンツ制作者は、自身の著作物がピンタレストによって許可なしに再利用されようとしていることに懸念を示しており、ゲッティメイジズもピンタレストの著作権問題を知り、彼らと協議中だとしている。ピンタレストは2012年2月に著作権を侵害するようなピンを阻止するメタタグを公開した。2012年のウェビー賞では、 ベストソーシャルメディアアップとピープルズボイスアワード4ベストファンクショニングビジュアルデザインを受賞した。多くのサードパーティー開発者がピンタレストに対応したウェブアプリケーション、ブラウザ拡張機能、ポッドキャストを開発している。これらの製品はピンタレストのサイトにある画像に対し解析から引き伸ばしまで扱われている。ジャンゴという Python のウェーブフレームワークが使用されている。 2012年3月、セキュリティ会社のシマンテックは引っかかる可能性の高い無料商品のアンケートをばらまいている詐欺師によるピンタレストユーザーのソーシャルエンジニアリングに対する警告を発した。詐欺に使われている画像は多数の場合、スターバックスのような著名企業を語り、ギフトカードで釣ることでアンケートに答えさせるもので、 説明の中にあるリンクを一度クリックすると、外部サイトにアクセスすると同時に詐欺に使われている画像をリピンすることになり、被害者は個人情報を抜かれる上約束された無料商品が送られず自前になる。他の手口として公式 Google プレイアプリケーションがないことに乗じて、広告を押し付けたりダウンロードした人の行動を監視する公式を装ったテイクオリティなピンタレスト。 アプリケーションが公開されたこともあった。現在 Android に対応した公式ピンパレストアプリケーションは公開されている。December 2012 Top10 Social Networking Sites on Web Conc. ありがとうございます。